昨日ムーミンの家に連れてこられた若い娘は朝になっても依然意識を回復していないようでした。おはよう。おはようムーミン。どうその人？熱はかなり下がってるわ。まだ眠ってる。とても疲れてるみたいね。まだ目が覚めないのは熱のせいだけではないわね。ママ、どうだ容体は？熱も下がったし顔色も良くなったわ。もう少し静かに寝かせておいたらきっと元気になると思うわ。この花があなたのことを心配していたので連れてきました。そばに置いてやってください。ゾクゾクするな。ルン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 クルッ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 。おはようございます、ムーミンパパ。おはよう。ずいぶん早いね。ねえ、ムーミンは起きてます？ああ、ところで僕が助けた女の人もう良くなりましたか？いや、まだだ。でも心配はなさそうだ。安心しなさい。あ、そうですか。花火？そう、ドーンという音が割合近くで聞こえたんだけど、どこから聞こえてきたか一瞬わからなかった。でもミーが林の向こうに綺麗な花火が上がってるのを見つけたんだ。あの音は花火を上げる音だったのか。正確に言うと花火の玉が空中で割れた時の音だよ。でも変なの、今まで花火を見た人は一人もいなかったのよ、あんなに明るいのに。海岸じゃ遠くて見えなかったんじゃないかな。バカね、もう少し頭を使いなさい。花火ってのは高いところまで上がるのよ。じゃあミーはどうして見えなかったと思うんだい？バカね、私が聞いてんだから答えられるわけないでしょ。でも一体誰なんだろう、そんないたずらするやつは。いたずら？そうだよ、いたずらに決まってる。
はいたずらだったのかな。今晩は僕も連れてってくれるな。え、どこへ。しらばっくれるなよ。誰が花火をあげてるか調べに行くんだろ。あ、まだ決めてない。砂付近と相談しなくちゃ。君は知りたいんだろ。まあな。でもね、スニフ、誰か知らないけど花火をあげてる人は他の人に知られたくないから夜中にこっそりあげてるんじゃないかな。だからどうだって言うんだい。怪しい音の正体は分かったんだから、もう調べなくてもいいんじゃないか。君が行かなくても僕は行く。夜中に一人であの海岸へ。一人じゃない、ナーミーも行くだろ。一人じゃ怖くて行けないって言うんなら一緒に行ってやってもいいわ。いや、そういうことじゃないよ。ミーも誰が花火をあげてるか知りたいだろ。お話の最中悪いけど、誰かあの女の人の額のタオルを変えてきてくれないかしら。今手が離せないの。僕が行きます。まあ、スニフが。どういう風の吹き回し。だって僕が助けた人なんだぜ。僕にはあの人を看病する義務がある。スニフ、ちゃんと絞ってから頭に乗せるのよ。はい。スニフのやつなんだか張り切ってるな。スニフの目の前は今バラ色。眠り姫みたい。まだ寝てた方がいいですよ。あなたは誰。え、忘れちゃったんですか。僕ですよ。倒れたあなたを助けてここまで連れてきたのに。そうだったの。本当に忘れちゃったんだね。それはないよ。ごめんなさいね、私。あなたは僕にヘムレンさんのことを聞いてその後倒れちゃったんですよ。ヘムレンさん。ヘムレンさんのことも思い出せないんですか。頭が痛いわ。大丈夫ですか。横になっててください。僕はママを呼んできます。ママ、あなたのお母さん。違います、ムーミンママです。ここはムーミン屋敷ですよ。ムーミン屋敷。目を覚ましたよ。それで何か言ったかい。それが倒れる前のことを忘れちゃったらしいんだ。忘れたって。僕のことも僕が助けたってことも忘れてるみたい。僕って忘れやすい顔なのかな。確かに忘れっぽい顔はしてるわね。あの人の名前は。聞くの忘れた。あの娘さんに何かあったの。目を覚ましたらしい。まあよかった。早く行ってやりなさい。はい。ダメよ、そのまま寝てなくちゃ。大丈夫です、さっきよりだいぶ良くなりました。そう、よかったわ。ムーミンママですね。ええ、そうよ。どうして知ってるの。ここにいた人が教えてくれたわ。あの人が私をここへ連れてきたんですってね。ええ、そこの花もスニフが摘んできたのよ。まあ、かわいい。あなたのお名前伺っていいかしら。私、ナナと言います。ナナ、お腹が空いてない。あなたずっと眠ってたのよ。少し空いてます。まずスープみたいなものがいいわね。すみません、さっきの人に謝らなくては。意識が戻ったばかりでぼんやりしてたもので。スニフはあなたが何もかも忘れていると思ってるわ。
まあ、みんなあなたが元気になった顔を見たいと思うからここへ呼ぶわね。ほら、さあ皆さん中へ入ってちょうだい。ナナは完全に回復したわよ。本当だ、よかったよかったね。僕たちとても心配してたんだよ。ありがとうございます皆さん。それからスニフ、さっきはごめんなさい。あなたには特別にお礼を言わなくては。特別？いや、いいんです。お礼なんて、元気になってよかった。特別だってスニフ、勘違いすんじゃないわよ。ナナというそうだね。私はムーミンパパだ。これが息子のムーミントロール、フローレン、それにミーだ。皆さん本当にありがとう。実は君が眠っている間にヘムレンさんに来てもらったんだよ。ヘムレンさん？私、ヘムレンさんという方にお尋ねしたいことがあるんです。そうか、さっきまでここにいたんだが。ヘムレンさんね、君のこと知らないようだったよ。そうですか。じゃあアントンは私のことまだヘムレンさんに話してなかったのね。アントンって？あの、アントンは私の婚約者なんです。え？婚約者？ええ、アントンがヘムレンさんを頼ってムーミン谷に来ているはずなんです。アントン、私たちはヘムレンさんとは仲の良い友達だが、そのアントンとかいう人の話は一度も聞いてないな。じゃあ来てないのかしら。でも確かにムーミン谷にいるって手紙には。あなたの婚約者は一体何をする人なのかね。アントンは花火を作ってます。私の父の弟子なんです。花火？花火について何か気がついたことがあるんですか？ああ、夕べ海の上で誰かが綺麗な花火を打ち上げたんだ。子供たちはそれを見たのさ。ああ、それはアントンです。やっぱりあの人、ここで花火を作ってたんだわ。ムーミン！スノフキン！どうしたんだい？そんなに慌てて。一緒に行こう、スナフキン。花火の謎が解けたんだよ。へえ、どういうことなんだ、それ。僕たち急がなくちゃいけないんだ。とにかく歩きながら話すよ。どこへ行くのか話してくれよ。ヘムレンさんの家だよ。さあ、急ごう。ヘムレンさん？おいしい。よかったわ。食べ物が美味しく感じるのは体が回復してきた証拠よ。本当にありがとうございました。もっと召し上がる？いえ、もう。そう、じゃあもうしばらくゆっくりお休みなさい。子供たちがアントンさんを必ず連れてきますよ。ありがとう、ムーミンママアントンという人はなんでこっそりと花火を作っているんだ？あのナナのお父さんを見返してやりたいらしいよ。ナナのお父さんにろくな花火も作れないやつだって散々侮辱されたんだって。なるほど、それで遠縁のヘムレンさんを頼ってやってきたのか。そのうちにお父さんが病気で倒れて、夏祭りの花火をあげる人がいなくなった。それでナナがやってきた。お父さんの看病で疲れ切ってたんで熱が出て。僕の前で倒れたのは当たり前だよね。おい君、今日も私のところには郵便はないのかい？ありません。本当に？ええ。カバンの底の方に。調べましたよ。どうだろう、君の見落としということがあるかもしれんから、私にカバンの中身を調べさせてくれんかね。確か昨日もカバンの中を覗いたのと違いますか？見た。で、ヘムレンさん宛ての手紙がありましたか？いや、昨日はなかった。でも今日はもしかしたら。わかりました。どうぞ見てください。今日はそう何通も入っているわけじゃありませんから。あららら、落とさないでくださいよ。
どうです？ありましたか？私はね、自分の仕事はきちんとやる男なんですよ。いや、本当にすまない。私は心から待ってたんで。ラブレターですか？ヘムレンさん？来てますよ。植物学アカデミーからヘムレンさん宛ての手紙が来てます。君はなんという意地悪を。昨日私の仕事ぶりを疑ったから、ちょっとそのお返しをしただけですよ。やった、やった、やったと。君、私はとうとうやったよ。やったありがとう。一体何をやったんです？私は新種を見つけたんだよ。新種？新しい植物だ。植物アカデミーが公式にそれを認めてくれたんだよ。やったんだよ。おめでとうございます、ヘムレンさん。こんにちは。お揃いだね。ヘムレンさんがうちにいたかどうか知ってますか？あの調子じゃいつまでもうちの中にはいないだろうな。いやー、よかった、ついにやったよ。いやいや、みんな。もうお祝いに来てくれたのかい？お祝い？いくらなんでもそれは早すぎるな。あのヘムレンさん、アントンという人を知ってますね。え、アントン？うん、知らんことはないが。アントンを訪ねて婚約者が来てるんです。アントンの居場所をご存知ならば教えてください。婚約者というのはひょっとして昨日私が見たあの娘のことかね？はい、意識が戻って事情を話してくれたのよ、ヘムレンさん。ああ、ついに君らも知ってしまったか。アントンは海岸の洞窟で新しい花火を作ろうと頑張ってるよ。やっぱりいたんですね。内緒にするようにと頼まれて黙ってたんですまなかった。昨夜、僕たちはとても美しい花火を見ました。そうか、どうやら新しい花火を作ったようだな。僕たちアントンさんに会ってナナが来てることを伝えます。いいですね。ああ、いいとも。アントンも婚約者と会う心のゆとりができたんじゃないかな。それじゃあ僕たち洞窟へ行ってきます。ああ、ちょっと。ん？アントンに私が野生のランの新種の発見者として公式に認められたって伝えといてくれ。え、そうだったんですか？おめでとうございます、ヘムレンさん。おめでとうございます。いやありがとう。さあさあ、私のことはもういいからアントンのところに行ってやりなさい。はい。いるのかしら、アントンさん。呼んでみようか。アントンさん！アントンさん！アントンさん！いないんじゃないかな。入ってみよう。え？怖いの？もともと僕はそんなにアントンさんに会いたいわけじゃないもん。じゃあ行こう。アントンさん！アントンさん！アントンさん！アントンさんですね。どうして僕の名前を知っているんだ、君たち。ここです。ありがとう。はい。あった。それじゃあパパ、私はこれで失礼するよ。どこかへ行かれるんですか？なに、いつものように植物の採集と観察じゃ。コレクションを完璧なものにしたいし、また新種も発見したいからね。ヘムレンさん、
新種発見者になったお祝いを開きましょう。ありがとうパパ。こっちへ来て僕は大きく変わった。君のお父さんの言ってたことが分かったんだ。ヘムレンおじさんから花の美しさを教わり、花火の美しさも同じじゃないかって気づいたんだ。僕は形ばかり見ていて技術だけを追っかけてたんだ。心を忘れていたのさ。お父さん喜ぶわ。やっと美しい花火を作り上げた。昨夜一人でそれを見たけど自分でも満足したよ。見たのはあなた一人だけじゃないみたいよ。え？アントンはあと何本かの花火を作ってからナナと一緒に町に帰ることになりました。そしてムーミンパパはヘムレンさんのためにお祝いの会を開いたのです。皆さん、今宵はヘムレンさんの新種発見記念の会に多数お集まりくださいましてありがとうございます。実は私もヘムレンさんの見つけた花がどんな花なのかよく知りません。またお集まりの皆様もご同様だと存じますので、まずはヘムレンさんからその新しい花を紹介していただこうと思います。ヘムレンさん、お願いします。私の見つけた花と申しましても、それは小さなものでありまして、あんな感じです。私の発見した花は。ママ。パパ。お祝いの会は夜遅くまで続きました。ムーミン谷は今日も平和です。おかげで所長さんは毎日三村とデート。え？所長さんがクビになる？平和すぎて警察がいらなくなったからだって。ねえ、僕らで何とかしなくっちゃ。次回、楽しいムーミン一家。ムーミン谷の怪事件、お楽しみに。She